皆さんどうもピーマンドウエスというわけで、今回俺と巨人の30年物語実況44回目になります。44回目の今回は8月26日から始まる横浜3連戦を実況していこう。前回のこのね、広島戦も負け越してですね、ヤクルトとのゲーム差は 6.5 ゲーム、もう残る試合数は少ないんですからね、負けちゃダメなのにずっと負け越してるんだよね。この横浜戦も負ければ3カード連続の負け越し、それは絶対に許されないので、横浜ファンに悪いです、悪いですが勝っていかないとね、当たり前の話だよ。さてこの3連戦は先発誰でいこうかな。スタミナ的に考えたらみんな結構先発ピッチャースタミナあるね。オム、田口、1戦目田口でいこうかな。1戦目田口、2戦目オム林、3戦目、あ、杉、いや1戦目杉内でいきましょう、うん、で2戦目田口、3戦目オム林、まあ、菅野でもいいと思うけどね。まあ、誰でもいいや。もう結構スタミナみんなあるわ。で、ベストオーダーの方はどうだこれは。今日はこのまんまで OK かな。太田が調子悪い。ならセンターを立岡にしましょう。で、立岡リードオフマン、長野をですが、2番で、2番亀井2番で、長野3番。じゃなくて、坂本3番、長野7番まで送りましょうかね。で、1戦目は出番設定で、チームはピンチになると投手で操作していこうよ。まあ、杉内の場合ですからね、そんなピンチで来ることもないですし、打線もね、横浜打線なので、全然大丈夫かと思いますけど、いや、やめとこう。こういうこと言っちゃうと、ボコボコにされるのが俺なんだよね。2桁失点とかやらかしそうなんでね。いや、横浜は強い。杉内もピンチは招くだろう。しかし、頑張って抑える。こういう気持ちでやっていかないとね。千葉いきなり2点、素晴らしい。まあいいや、まあいいや。結果的にチームその後逆転したからね、よかったよかった。あれで逆転しなかったらもう A のまんま止まってたね。いやいやいや、杉内君やらかしたね。あー取れない。ロペスに打たれたで、次筒香か。ちょっと待って、今日の5番バッター誰だ。この筒香とは勝負したくない。梶谷か。梶谷の成績はどんな感じ。うわ、打っとるな。もうこの辺は勝負していかないとダメというね。なんだこの3人、強すぎるだろう。次の松本はそこまでなんだけどね。いや、もう筒香と勝負するしかないね、これは。投げました。初球決まった。怖えよ。どうする、引っ張り警戒でいこうか。あ、イエスイエスイエス、オッケー、ナイス。この場面で筒香を抑えれた。よかった。正直逃げようと思った自分もいたけどね、試合を放棄して帰ろうかなと思ったんだけど、それはできないよね、一人の大人として。よかったよかった。でどうだ。うわ、4回もピンチかい。ワンアウトランナー1塁3塁。あ、もうこれは1点はしゃあないという感じではなく、1点もやらないというピッチングでいくよ。ゲッツー取ろうぜ。取るで来るか。あー、セーフだ。まあでもいい、ここで高城三振アウトに取ったらね、次ピッチャーですからね。三振欲しい。おー、しない。注文通りの三振、ごっさんです。で、番長三浦、ここまで2割5分1打点上げてるがよ、巨人からは打てねえよ。はい、オッケー。そんな遊び玉はいらない。チェンジアップで決めよう。はい、楽々三振ね。よかった。打順的にもね、そんなプレッシャーのない打順だったので、高城三浦余裕だね。で杉内5回はピンチなく、6回は、あー、6回捕まるか。ワンアウトランナー2塁。まあでもここもまた6番筒香、梶谷、ロペスのとこはもう超えてるのでね、正直この辺はもうプレッシャーなく楽々といけるよって言ってると打たれるんで、プレッシャーはあるが抑えたいねという気持ちでいこう。チェンジアップ投げすぎかな。もうそろそろ打たれるな。決め球はストレート。はい、オッケー。インハイストレート、オッケー。関根外野前進しとこうかな。投げました。スライダー決まってストライク。まずは決めてきました。投げました。まっすぐ空振り。第3球を投げました。ボール。これは完全なボール球。カウント1ボール2ストライク。決まった。インコース引っ張った。はい、オッケー。真正面。結構いい打球打たれてびっくりしたけどね。空振りかなと思ったんだけど、当ててきたね。これ関根打率2割0分1厘に対して打点21打点だからね、打点数を考えればこれ結構使われてるね。こんな成績で外野手の選手ですよね。外野手で合ってるかな、まあ、外野手で入ってると思うんだけど、使う固定してまでね。いや、もうここはピッチャー交代だ。杉内7回投げ切ってもらいたけど、この場面は変えていかないと一気に試合の流れがおかしくなるからね。誰でいく、調子いいのはクモンか。
あー、クモンね。いや、左って続くからな。流れ変えたい。藤川球児。ただ調子、クモンで行こうか。よし、決めた。行ってこい。杉内は今日お疲れ様だ。ピッチャー。あと1人抑えたら7回だったんだけどね。まあ、このあと1人がロペスなんでね。さすがに無理かと俺は思う。だから、ピッチャー変えてクモンで抑える。初球。初球抑えて。ウェイ、ナイス。ロペス、センキュー。もうロペスっていうのはいいやつですからね。この場面でね、巨人ファンの顔を思い浮かべたんでしょうね。クモだとしたらこういうバッティングになるのも納得だね。で、逃げ切れるか。よし、ナイス。最後ちょっとなんか危なっかしい感じだったけど、4対2逃げ切り成功で、まず1戦目勝利ね。オッケー。杉内よく踏ん張ってくれた。お、通算150勝達成だって、おめでたいね。そういう試合を私ピーマンがね、ピンチで操作して勝てたというのは非常に大きいですよ。あの場面ね、6回、まあ7回ですね、あと1人抑えれば7回抑えたことになってたんですけど、あそこで変えたのは俺正解だと思うよ。スタミナが切れてる段階でロペスと勝負したらどうなるか、逆転のスリーランホームランですよ。それ以外はないと思うんでね。はい、これで今季8勝目、沢村今季26セーブ目ね。で、打つ方では4点、立岡マルティ、猛打賞だ。よかった、スタメンに使って正解だったね。この立岡の出塁からの坂本クルーズ連続ヒットで2点入ってますからね。阿部もタイムリー打ってますよ。あれ？でも4点のみだよな。あ、じゃあ相手のエラーでこれ1点入ったってことだ。打点、タイムリーだけ見たら3点しか入ってないからね。4点チームは得点なので、よかった。ベースボールも発動したらしいね。おそらくあの村田の3塁のエラーでの得点じゃないかなと思うんだけどね。いろいろとなんか条件がおかしくない？ベースボール発動するわ。そのベースボール発動した球を打った選手が古巣のね、村田だっていうね、元横浜の村田ですよ。なんかいろいろと面白いっていうね。お次はチームがチャンスになると操作していきましょう。今日のベストオーダー、先発は調子のいい田口ですね。宇都宮3戦目行こうかな。うん、そうするのが正解だと俺は思うよ。で、打つ方では、これ2戦連続立岡スタメンね。センターでスタメン。ちょっと亀井が先ノーヒットだったからね。まあ、ノリノリの時はほんとめちゃくちゃ打ってたんだけど、そのノリノリが終わっちゃったからな。まあ、打てなくなるものも分からんこともないが。なら今日はレフト太田使っていこうか。太田2番で使うわ。で、坂本調子悪いが、まあ坂本は固定で、小林も調子いいね。阿部調子悪い。まあでもさっきタイムリー言ったからね。よしよし、変えることはほとんどなく、これでいきましょうよ。立岡がやばいね。猛打賞からの今チャンスがいいですから。全打席ヒットみたいなこともあるかもしれない。いや、さっきはね、太田をスタメンだったら多分4点もなかった。立岡をスタメンにしたのがいいとこだったんだね。やっぱ一試合一試合変えていくっていうのは手だね。調子のいい選手を使っていかないと。固定するとどうしてもあれだね。同点のチャンスを迎えました。はぁ、ただチームは2対1で負けてるぞ。2アウトランナー1塁3塁、初めてのチャンスがこの田口のとこで回ってくるっていうね。まあ自分でこれだけの失点したんだから、早いイニング取り返すよ。自援後でね。第4球はストレートはもうアウトコース高め、カウントは3ボール1ストライク。投げた。5球目空振り。ダメだ、フォアボールもあるカウントだ。頼む、ねえか。第6球をランナースタート。あー、叩きつけた。ねえ、なるぞこれ。ねえな、カモ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 。ナイス、田口よく走った。同点のタイムリー内安打だ。素晴らしいね。ふぅー、ナイスナイスナイス。そして絶好調の立岡、1打席目はショートゴロだったね。アウトコース高め、ストライク。まずは見送りました。うわ、危ねえ、勘弁してくれよ。投球は3球目、投げた。完全に外れた。ボール、完全なボール球。ミートがでかすぎる。さっきの田口と全然違う、ね。打ちました。お、でも落ちないかな。落ちないっぽいね。これで3アウト。ダメだ。まあ、でも同点。田口踏ん張れよ。また点取られたんだけど。3対3、田口何してんの。ちょっとひどいね。まあ、でもいいや、2イニング連続のチャンス。ここで坂本。いや、残るね。小林、田口という打順がこの後続きますから、ここは坂本で長打狙いで決めてね、やっていきたい。はい、来た。あー、バットの先か。若干芯もずれてたしね。最悪。ノー。田口はちょっと頑張って。あ、また点取られてる。5対3。どうなってんのよ、田口。信頼して使ったのもこの結果かい。デッドボールは勘弁してて、さっきから危ない球投げすぎ。喧嘩打ってる？ほら、打つぜ、クルーズは。グランドスラム行ったるわ、この。ダメだね。ダメだ。ミート打ちで行くわ。
投球はこれから3球目。打ちました、ファールボール。第4球を投げた、危ない球。サードランナーちらっと見た、投げた、ボール。カウント2ボール2ストライクです。第6球を投げた、ほいちゃ、落ちない。もう何これ、腹立つわ。もう田口打たれるわ、得点圏に全然打てねえわ、ムカつくね。また入ってる、ちょっと待って、4イニング連続の失点じゃないか。もう田口は多分降りてるはずだよ。今ピッチャー違うね、変わってるよ絶対。田原になってるね。田口は4回で降りたな。いや、ふざけんなよお前、4イニング連続失点って何なんだ。うわー、もうしょうもないわ、もう進塁打でもいいの、なんでバット折れるんだよ。第9投げた、打ちました。ここはまず1点取らないと。投げました、渾身のストレート、空振り、伸びのあるストレート、追い込んでから投げました、打った、ファール、投げました、あー、最後は147キロ。どうする、代打送るか、代打。でも中継ぎの疲労も結構溜まってる状況だからな。次のイニングも田原、いや、ここは代打ショー、ギャレット行くわ、一発ぶち込んだる、ギャレット行ったるで。投げました、一球で終わった、落ちるか、取ってこれで3アウトチェンジ、落ちない。何これ、代打で初球打ち凡退するやつって何なの、それも得点圏、ひどい。ようやくゼロで抑えたね、5イニング連続失点はなかったわ。ただこのまま敗北か、敗北7対3も悔しいわ、何しとんねん。これで1勝1敗だ、チャンスで何度も回ってきたんだけど、打てたのはこの田口のタイムリー内野安打のみだったね。ここが俺のピークだったわ。初めてのチャンスがピークって何なんだ。あ、大谷今季8号、長野今季13号が生まれてるね、それは喜びたいとこだが、田口これで5敗目、ひどい。うわ、ほんで立岡5の0回、なんだ俺の起用法合わねえな。たまたま使ってみたら猛打賞で、じゃあこれ打ったから次も打てるだろうと思ったら5の0やらかすっていうね、このごたこは痛いよ。はぁ、ほんでチャンスで何度も回ってきたの、何もできねえんだからね、どいひどいひ。ほんで田口のピッチング内容は、あ、3回で降りてるんだね、3回投げて5失点、そら降ろされるわお前、ひどいな。勝てる試合だったと思うんだけどね、横浜なんて相性がいいから負けていい試合なんてないのに。さて次の試合をね、今回の実況最後の試合になりますから、しっかりと勝っていかないとね。次はなりきりプレイでですね、この3カード連続の敗北を止めるために、あの男を使おうと俺は思う。そう、菅野ですよ、菅野。今この流れを止められる男はもう、うちの巨人にはこの菅野しかいませんね。頼む。3戦目は菅野行きます。打席の方はプレイしない。投手のみですね、自分でプレイ。全球プレイかな、あ、オッケーオッケー、これはオッケーですね、全球プレイで。今日のオーダー設定はまず先発ピッチャーを菅野にして、ですね、でベストオーダーだ。おお、いいね、超の太田亀井、3人調子いいし、このままで今日は変えることなくいこうか。うん、もうじゃあこれはこのまんまでオッケー。あー、でも亀井3番はちょっとあれだな、阿部3番でいってみようか。うん、うん、これでしてみよう、これでいくわ今日は。で、菅野です。相手は伊能か。投げ合いになるね、これは。相手も伊能もいいピッチャーなのは分かってるんでね。それは知ってますよ。だから、だといって菅野以上にいいピッチャーかといえばそうじゃない。うちの菅野はリーグを代表するピッチャーだ。絶対に勝つ。行こう！今季23回戦目、負けられない試合だよ。おー！びょーい！チームは1回に4点、ビッグイニングを作ったね。いや、もうこれは菅野にとっちゃ、もうこの4点はね、イージーすぎるわ。完封勝利あげましょうよ。いけるね。はい、坂本取って。はい、2球で先頭バッターを抑えてワンアウト。もうありがてえわ。負け運とかなんなの、全然負け運じゃないっていうね。みんな打ってくれるよ。やっぱ菅野のこと大好きなんだね、みんな。わかるわかる。そんな気持ちしんどいね。一人頑張ってるんだもんね。もうそろそろカキサンドでやらないとね。菅野がブチ切れちゃうよ。見送ってボール。これはわずかに外れています。カウントはワンボール、ツーストライク。よし、これも抑えた。え、打球は抑えてると思うんだけどね、ちょっと守備真面目にやって、トロトロと走るな。もったいない、ランナー一塁の場面で筒香とか一番回したくないんだけど、まあただここは大丈夫かな。イエース、1回ゼロ。一塁
まあ、今のも取れただけだけどね、ほんでこれヤクルトマジック点灯しましたね、マジック13、7.5 ゲーム、いやもう負けられないよ。だから今日の菅野は本当大事なんだ。このカード負け越しならばね、もしこの試合負けたらもうそれはリーグ優勝がなくなるということを意味するんじゃねえかなと思って、今日負ければこのから先の奇跡は起こらないと思うんだね俺は。よし、ワンアウト、チームもまた追加点で5点取ってくれたんだ。早いイニングからね、ピッチャーからしたら天国ですよ。こんなもん家にいる感覚で今投げてるからね、野球球場で投げてない、家の鏡の前で投げてる感覚、すごいリラックスできてる。カウントはワンボールツーストライクです。投げました、インコース、よーし、ナイススライダー。第9内角低め見送ってストライク、まずは入れてきました、投げました、打ちました、これはファールなんだね。おいえ、めっちゃハゲ多いな。ハゲ率おかしいだろお前、明らかにお前なんかハゲしかいねえじゃん。まばゆいわ、照明いらないね、これだけハゲいれば。ほら見てよ、もうパッと見ハゲしかいない、またハゲ映ったっていうね。ハゲそんな映さないで、ハゲがテーマじゃないから野球は。なんだテーマがハゲって。最悪のテーマだね。ストレート決まってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、投げました、打ちました、ファーストよし。まあでもこれまだ1巡目だからね、抑えて当然だよ。2巡目から急に怖くなるのがパープルだから。まあでも伊野尾君は今日広いね。まあ伊野尾君が広いというよりかはうちのピッチャーがすごいってこと、あ、バッター陣がねすごいってことなんじゃないかな。えよかった、助かった、これがヒットだ。すごい恥ずかしかったね、あーピッチャーに打たれちゃダメでしょって。高めに送ってストライク、まずは決めてきました、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、スタンドに入りました、ファール。第3球を最後はスローカーブ、外から入ります、えーねーい、見事なピッチングです、ねーい、ツーアウトですよ、ツーアウトじゃない終わりですよ。グダグダだな、この辺からちょっとボール球も多くしていかないと打たれ始めるぞ。ほらね、あ、よかった、阿部真正面だ、阿部真正面っていう日本語はないけど。ねえ、なんだ阿部真正面って気持ち悪いな、すごいなんか気持ち悪さを覚えるよ。打球が真正面ね、投げました、1球外した、ボールわずかに外れました、カウントワンボールツーストライク、おし、取れるだろ、いけるよね、阿部ちょっと遅いわ、足足遅い、もうライト来ちゃっていいよいいよ、ファーストの打球じゃねえやもうそれ、本来ならファーストの打球なんだけどね。よかった、これ甘く入ってる分すんごいの打たれそうだったんだけどね、むしろちょっと助かったよシングルで。あーうちこれもかい、取ってくれよクルーズ、ツーアウトランナー二塁一塁、今日初めての得点圏のピンチだが、そこに坂本が全然問題ないね、菅野を抜いてもそこはもうあんたの勝ちじゃねえんだ、後ろの坂本を抜いてこそ荒波の勝ちなんだよね、ここが抜けないんだ、菅野抜いたからラッキーって思っちゃダメ、ヒットだって思っちゃダメよ、誠のボスは後ろにいるから、あいつはなかなか抜けないからな。これもヒットかい、ちょっと出始めたな、ボール混ぜていかないと、ストライクゾーンばっか球投げてるからね、球数に38球、賢いピッチングが求められるね。え、嘘だろ嘘だろ、うえー、来ました来ました来ました、オーマイガーオーマイガーオーマイガー、決して油断したわけではないけどもね、完封はなくなったよ、峰井に今季6号、トゥトゥ号あたりに打たれるならわからんこともないが、よりにもよって峰井に回、あーなんでだろう、まあでも1チームは5点あるんだからね、あと3点差、全然問題ないよ、油断しないよ、投げました、インローに送ってストライク、力の抜きどころがちょっと間違ってます、決して悪い球ではないけどね、スライダーボール、ストレート変化球ストレートって続けたのが悪かったかもしれない、配球に問題だね、これ大丈夫、はいクルーズの守備範囲で5回ワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターはトップに帰って梶谷、今日はショートよし初球打ち、ナイス、イエーイ、2アウト、2アウト、ランナーで、あと1人、ランナーは2番内村、今日はファウルフライト、ファーストライナー外角ギリギリいっぱいストライク、投げた、打ちました、よしこれもだ、みんななんで男村田の方飛ばすの大好きなのかな、前半が終わりました、男村田そこまで横浜情熱持ってるわけじゃないと思うけどね、6回裏、この回はじゃあ完封はなくなったけども、じゃあ次は完投を目指そうかな、打ちました、あらファールボール、すごい打球感だよ、まあファールだけどね、
投げた。ヘイユー、ナイス。これで追い込みました。で、このスローカーブはどうじゃ、ロペス。インロー。はー、ナイスピッチなんだけど、ちょっとボールだったか。投げた。えい、はい、ロペちゃん、ありがとう。いい子、いい子、すごいいい子。巨人にいてくれたらよかったな。で、筒子だね。この流れの筒子はちょっと嫌な感じ。投げた。ボール。カウントは2ボールの正直フォアボールでもいい。空振り。いや。さあ4球目。ボール。ダメだ。フォークが決まらん。勝負のスライダーインコース、これ振ってこい。投げました。はい、見るね。見る見る。バッターは5番。振らない。今日さらに次のバッターを抑えると。インハイ際どい球。大丈夫。これはわずかに外れています。あれどうした？管理区全然振らねえ。パープルオリジナル外国人球見てくるんだけど、うん、しかしここは抑えてセカンドフォースアウト、ゲットイエーイ、ナイス。6回投げ切って2失点。もちろんこのイニングで降りるつもりはないけどね。まだまだ次のイニング行きますよ。これあ変えられたね。嘘だろ、早いな。まあ、チームは勝ちはいいわ。あ、よかった勝った勝った勝った。ちょっと早すぎるね。起用法は結構スタミナの限界までっていう起用法を使ってるからね。6回にしてもう1イニングいけたと思うけどね。まあ、CP の判断はまあ結果的にチームが勝ったんでね、負け間違ってはなかったってことですよ。俺ならもう1イニングいかせるけどね。はい、これで菅野が14勝目、沢村が27セーブ目でございますね。そしてこれで、勝ち越し決定しましたので、3カード連続の負け越しはなくなりましたよ。負け連続負け越しを2で止めましたね。で、打つ方初回に4点は長野太田ヒットで、3番鍋屋ノーヒット、ヒット出ず、クルーズも連続で凡退で、これで2アウトだけど、2アウトからこれ4点入れたんだね。素晴らしいよ。よくやったね。早いイニングでこれだけくれたらもうピッチャーとしては楽よ。6回投げて菅野は2失点。ちょっとミネの1本が悔やまれるね。無駄な失点だったり、あれさえ投げれば今日9回投げてたと思う。で、山口、勝樹、沢村、3人のピッチャーが完璧に抑えてくれましたね。はい、横浜ファンの皆さん、ありがとうね。久々の勝ち越しを上げると非常に気持ちいいよ。横浜じゃなかったら勝ち越すってないと思いますのでね。で、阿部が初球ではなくなりました。特殊能力なくなったんかい。嘘、なんでよ。いやいや、4の0なんてたまにあるじゃん。今日さっきの試合はノーヒットだったけどよ。4の0しただけでお前ノーヒット、それなくなる特殊能力勘弁してよっちゅう話だけどね。はい、これでゲーム差 7.5 ゲーム。今回の実況でまた差が開いちゃいましたね。ほんでもうヤクルトはマジック12が点灯してます。その、首位のヤクルトとのこれ3連戦になりますかね。いや、2連戦ですね。はい、次回の実況は首位ヤクルトの2連戦。もうこれ負け越したら終わりだと思ってください。負け越したらというかもう負けたらね。直接対決、この2連戦はもう絶対に勝たなきゃダメな、試合になりますので、もうこれ負けたら僕はもう諦めます、今季は。もう諦めながらこれからやっていこうと思いますのでね。ほんでこれが8月最後の戦いになるわけだ。後悔のないように行きたいね。じゃあ次回の実況もお楽しみに。グッバイ、また会おうぜ。へいー。